山陽鉄道1246100型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機,機関車である。元は、山陽鉄道が1903年から1905年に、かけて、自社兵庫工場で8両を製造した、車軸配置4から4から0、に気筒端式の法和式天田機関車である。 西洋鉄道での形式は1903年製の4両が17、型、番号は108から111、1904年及び1905年製の4両が25系、番号は118,119、123,124である。本形式は、アメリカのスケネクタ自社で製造された16系の模倣により製造されたもので、煙突の形状以外に、 大きな差異はない。また、形式が17型と25型に分かれたのは、重量と淡水車の形状が異なるためであった。また、118は1906年に34型に改められたが、シリンダ周りの改造が行われたためである。1906年、山陽鉄道は国有化されたが、しばらくは、山陽鉄道時代の形式番号で使用された。その後、 1909年には、鉄道員の車両形式称号規定が制定され、17型、25系、34型のいずれも6100型に改められた。新旧番号対象については、次の通りである。国有化後は、山陽本線西部の広島、三田尻館を主体に使用され、一部は、人吉、豊岡に配属された。晩年は6両が、 関西本線に集められており、1922年7月に廃車となった。九州に転属していた2両については1923年1月に廃車となり、消滅した。6104から6107の所言を示す。兵庫工場では製造番号を付していないが、1903年生は4から7、1904年生は8、9、 1905年生は12、13に相当する。ありがとうございます。